それぞれ対角線上、対角線上に打ちに行けます。そして最後の8番目のものが最後に進んでいます。まず8番のものがマリオを手に取りまして、7番のものがまた軒並みマリオを手渡すということになっております。マリオは1足、1回で蹴ることになっております。マリは鹿川と、馬の背の川で閉じられておりまして、川でできておりますので非常に水、水分に弱いということになりますが、手作りですので、一つ一つ一眼一眼、弾み方も違いますので、まずその弾み方等を、確かめるということで、コマリという作法に入っております。マリ足8名が全員に3回マリを蹴りまして、マリの弾み方あるいは本日の自分自身の調子等を見ております。全員がコマリを終えますと、蹴マリが始まることになります。本日は非常に寒いので、マリ足の体もかなり冷えておりますし、マリそのものも、かなり、弾み方が悪い状態になっております。最後の7番のものが丸に入りました。これで軒並みマリが戻りましたので、マリを、蹴り上げまして、これから勝負が始まります。
少々雪がついたようですので、水とか雪に非常に弱い川でできておりますので、集み方がさらに悪くなる可能性があります。さらに、風もあるようですので、マミは中が中空になっておりますので、今のように、蹴り上げた状態でへこむことがあります。このへこんだ状態の時には、馬の背の皮の部分を手で叩きまして元に戻します。紙風船がありますが、紙風船の皮板ということで皮風船のようになっております。非常に柔らかい川でできております。川は、鹿川を舐めしております。マリ、庭のここに出たマリは、当たっても痛くないというような、状態になっておりますが、このまま、返していただいたら結構です。最近はサッカーなどが流行っておりますので、サッカーをやっておられる方もたくさんおられると思いますが、そのサッカーの原型の一つということで、認定されております。ただサッカーと違うところはいろんな、作法があると、お花の花道、お茶の花道、それと同じような形で、マリの道と書きまして菊道と呼んでおります。ただ、いい石を伝えるだけではなくて、精神面を非常に重要視しております。で、サッカーをやってられる方から見ますと、もう少しうまく蹴れるんではないかなというような思いをお持ちの方がおられるかもしれませんが、今マリアシたちが、マリを蹴っておりますのはサッカーのように右足でも左足でもヘディングでもいいというわけではありません。右足の親指の付け根、そこでしか蹴ってはいけないという作法になっております。右足、だけで、マリを蹴る、しかも親指の付け根あたりでマリを蹴るという作法がありますので、なかなか蹴ったようにはマリは蹴れません。前足たちが針を蹴っておりますけれども、今お耳に届いております針、あるいは矢、
今は王という掛け声ですね。このアリや王という掛け声は、マリの姓のお名前でして、で今四隅に竹が切り立てとして立っておりますが、マリ庭には、松、桜、カエデ、柳という四本の色木と呼ばれている木を立てるのが本来ですけれども、このマリ庭の、マリ庭には、切り立ての竹を立てるということになっておりまして、この、竹にマリの精が、降りてこられて、さらにそのマリに乗り移られるということで、マリアたちは長くマリが手に続けられますようにという意味を込めて、アリやオウというような、マリの精のお名前を呼び、マリを受けております。また今マリ庭には女性が2名、マリアシとして出ておりますけれども、男性の装束と大きく違うところは、一つありまして、頭に烏帽子をかぶっておりません。男性の方は烏帽子をかぶっております。でこの烏帽子を見ていただくと、ノキと呼ばれる一番最初にマリ庭に入った長老は紫の竹を烏帽子を留める紐をつけておりますが、それ以外のものはまず白く、竹をかけております。これは天皇の許可を得たものしか紫の竹をかけることはできません。それぐらい高貴だということです。またその烏帽子は縦烏帽子、先の部分が、折れていない、よく見ると、2つ烏帽子の種類があります。先の曲がっている風折れ烏帽子を振っているものと、全くそのまま縦烏帽子という、先が曲がっていない烏帽子をつけているものがあります。それから、装束の方、まず上の方はマリスイカンと呼ばれてまして、女性の方なら着物ロあるいはシャッというようなものがナスに、そういった着物を着られることがあると思いますけれども、我々のマリ装束のマリスイカンはロシャという、ヒートの着物、の部分で、できております。今はこの非常に寒い、冬ですけれども、夏でも冬でも同じマリ装束を着ております。マリスイカンですね。それから、下の方はクズブ、クズという、植物がありますけれども、そのクズの繊維でできているクズブを使いまして、マリバカマ、下の頭を、取って作っております。袴につきましても、向きが、右足と左足と、違う、袴の色を出た袴を履いておりまして、この袴、畳以外という、やはり、高貴な袴です。それ以外のものも、全体が下から上まで染まっている袴を着けているものと、下の方だけ色がついている裾を、裾がけ濃いということで、裾子という袴をつけているものもおりますが、ここでは3通りということで、これにも、まあ、そういう身分的な、階級的なものが、見て取れます。さらにその下にマリ靴という靴を履いておりますけれども、これは、この上賀茂あるいは下賀茂でも関係のあるこの鴨の靴から、鴨足、あの足、くちばしですね、
その鴨のくちばしに似ている靴だということで、鴨靴と呼ばれております。ただこの靴も普通の靴とは少々違いまして、革靴の中に、鹿革のシトーズと呼ばれる足袋の部分がついております、これは靴に縫い付けられておりますので靴が脱げるということは、ございません、非常にそのマリに適した、そういう靴が、作られているということです、ただ非常に古い、マリが日本に伝えられてきた、中国から伝えられてきた時代、6世紀と言われておりますが、この時代にはまだ、靴とそのシトーズが、別々になっておりまして、マリを蹴るときに靴が脱げてしまうということもあったようです。中野大江の王子と、藤原の鎌足が、その蹴鞠の、靴が脱げた、靴を鎌足公が、中野大江の王子後の天智天皇に、お渡しをしたということで縁ができて、財産の改心がなされたというようなことが日本書紀に書かれております。今のような靴から始まっておりますと靴が脱げませんので財産の改心がならなかった可能性もあるということです。一つの個人として、伝えられております。それから一体いつまでやるのかというような話になりますけれども、これはできるだけマリを下に落とさないということで、考えてておりますけれども、長老がマリを蹴っているときに最後に手に取ります。手に取ったということがマリを終わるということの合図になっております。ただ、対角線上におります2番のものからそのマリを受けるということになっておりますので、その作法が最終的に定まらない限りは、マリは終わらないということで、10分が15分、15分が30分ということもあるということですね。またサッカーには、ゴールがありまして、ゴールに蹴り入れますと得点というのがつきますけれども、蹴鞠の方は、そういった、得点あるいは勝敗というようなものはありません。楽しく鞠を蹴り続けるということが、原則になっております。ただいま、のきが鞠を手に取りましたので、これで、勝負が終わります。続きまして鞠足を変えまして、ニザを行いますが、ニザは先ほどのお決まりではありま、なく、お決まりという作法で始まることになっておりますので、少し始まりの作法が違うということになります。長老から、順番に、下がって最後の8番のものがマリをマリニワの中央から手に取り座に下がった段階で、所座が終わります。